同社の看板商品であるデスポールモデルエクスプローラー J-200、モデル ES-335ES-175 ギブソンブランド法人企業はアメリカテネシー州ナッシュビルに本拠を置く楽器メーカー。主にエレクトリックギター、アコースティックギターを製造しているアコースティックギター、エレクトリックギターの他にフラットマンドリン、バンジョー、アンプ、弦、ストラップ。 ピックなども製造しており、業界において、世界で極めて著名な会社の一つである。子会社には、クレーマーとスタインバーガー、バレエアーツ及びベースギター専門のトバヤース、ピアノのボールドウィン、エフェクター及び、ミディキキ製造のオーバーハイム、ドラム製造のスリンガーランドがある。その他関係する会社として、ナッシュビルへ移転する前の従業員により設立された、ヘリテージがある。 その他、メンフィスにおいても、カスタムギターの製造、販売を行っている。2018年5月、過剰な債務が経営を圧迫したため経営破綻し、連邦倒産法第11章の適用を申請。同年11月、コールバーグ・クラビス・ロバーツ参加となり再建された。その創業は、職人であったオービル・ヘンリー・ギブソン。 1856年から1918年が1894年にミシガン州カラマズーでマンドリン製作を始めたことに遡る。1902年には販売会社としてザギブソンマンドリンギター MFGCO リミテッドが設立される。オービルは自らの意思で経営を筆頭株主だったジョン W アダムスらに任せ1908年 以降、ブランド名と彼が取得した特許の使用料として、年俸500ドルを受け取るのみで、コンサルタントとして工場に出向いて制作上のアドバイスをする以外に、会社経営には全く関わることはなかった。1907年から1911年にかけ、入退院を繰り返し、1916年からマズーを離れ再び入院し、1918年に死去した。 1920年代から1930年代に、かけ、キブソン社は、数々のギターのデザイン革新に貢献し、特に当時在籍していたルロイド・ロワーの設計による、モデルル5により、アーチトップギターのトップ企業となった。また、1923年に、ロイドが製作した、介護の、マスターモデルのフラット・マンドリンを、ブルーグラス・ミュージックの父とされるビル・モンローが、使用していたため、 ロイドが当時制作したマンドリンは市場で数千万円という価格で取引されている。1936年には一般的には世界初コマーシャルベースのエレクトリックギターであるモデル ES-150 を発売した。1944年シカゴミュージカルインストゥルメンツ社がギブソン社を参加にする。1952年ギブソン社は ギタリストのレスポールとの共同でソリッドギターを設計、レスポールモデルとしてフェンダー社のストラトキャスターと共にエレクトリックギターのスタンダードとなる。その後、1950年代末においてエクスプローラー、フライング V といったシリーズを発表、突飛なデザインのものでモダニステックギターと呼ばれた。世には出なかったが、モダンやフューチュラといったモデルが、 図面やごく少数プロトタイプで存在する。他にもセミアコースティック ES-335 や当時在籍していたセスラバーが開発したハムバッキングピックアップの導入といった数多くの革新的な製品を世に送ることとなる。レスポールモデルは1961年にフルモデルチェンジによりダブルカッタウェイの薄い一枚バンボディになり販売されたが レスポール本人はこれを気に入らず、レスト・ギブソン社との契約は一時期途切れた。このソリッドボディのギターは SG として販売され続けている。その後、エリック・クラプトンやピーター・グリーンなど著名ミュージシャンがオリジナル形状のレスポールモデルをこぞって使ったことが要因となり、中古市場も高騰するほどの強い支持のもと人気に後押しされるように、 レスポールとの再契約の上、1968年後半にオリジナルを再発売、SG はレスポールとは異なる別モデルとなった。しかし、完全にオリジナル通りのスペックでの再発はさらに数年を必要とすることになる。現在も生産され続けるレスポールと SG は共にハードロックギタリストに非常に人気がある。その一方で、バン業界でも ブルーグラスバンジョーの外して知られているアール・スクラッグスが使用していたバンジョーを同じインレイ装飾でスクラッグスモデルとして販売した。このバンジョーは現代でも根強い人気を持っている。1969年、イクル社という中米パナマのビールやセメントなどの複合企業がギブソンを買収する。1960年代後半から富士原が 星野楽器のアイバニーズや神田商会のグレコといったブランドでギブソンやフェンダーなどの有名ブランドのエレキギターコピーの OEM 楽器製造へとシフト。1977年、ギブソン社が藤原社ら日本の模倣品メーカーを訴訟。しかし、藤原らがすでに日本で商標登録済みでギブソンが敗訴する結果となり、藤原がギブソンに商標上渡で和解。 富士弦、神田商会やヤマハなどが共同でコピー品の自粛呼びかけ広告を出し、ジャパンオリジナルデザイン化の道へ進む。1974年から1984年にかけてギブソンギターの製造の中心はカラマズーからテネシー州ナッシュビルへと順次移転した。しかしながら年齢など様々な要因で、 ナッシュビルに移ることができなかった職人たちが中心となって、カラマズー工場の創業が続けられ、ヘリテージとして現在に至っている。時に、ヘリテージは、もう一つの、または古き良きギブソンと呼ばれることもある。1984年、ギブソン社、ミシガン州のカラマズー工場閉鎖。1985年、ギブソンの元社員5名が、カラマズー工場の機材を買い取り、 ヘリテージを設立1986年、ヘンリー・ジャスコビッツ、デイブベリー・マンなどに、ギブソン社は買収され、新たな体制の下、会社の再編が行われてゆく。翌1987年、カントリー・ジェントルマンを発売。2012年1月、音響機器メーカー音機用に、資本参加13.40%の株式を保有し、第2位の大株主となり、 さらに、同年同月に、恩期用と、資本提携をしたティアックと、2013年3月29日、資本、業務提携契約を締結することで合意した、旨発表、4月1日から株式公開買付を開始、5月9日付でティアックを子会社化した。2013年、ティアックを子会社化、ローランドからカック社を買収。2014年、 フィリップスの音響機器部門を買収。2014年、ベイ・ギブソン・ブランズが、オランダの電気大手、フィリップスの音響機器部門を1億3500万ドルで買収。子会社のティアックが発表。2015年により、オートチューニングシステムギブソン G ホースを採用。2016年まで。2017年、米国内に3つある生産拠点の1つ、メンフィス工場の 規模を縮小移転6月、過去10年間で、エレキギターの販売数が、年間約150万台から年間100万台と、急激に低下したため、2大企業のギブソンとフェンダーは負債を抱え、業界3位の PRS は、人員削減と安価なギターの生産拡大を迫られた、と報じられた。2018年2月には、経営危機に直面しており、 販売の伸び悩みに加え返却期限の迫る債務が負担になっているとされた。5月1日、連邦破産法第11章の適用をデラウェア州の裁判所に申請、楽器製造などの事業を継続しつつ、経営の立て直しを目指す。負債総額は最大5億ドルに上ると見られている。債務再編の一環として、同社は負債産のギブソンイノベーション部門を閉鎖して、 生産し、ギブソンが楽器などの最も収益性の高い事業に集中できるようにした。ギブソンとエピフォンのブランドのギター生産は破産によって中断されなかった。さらに、既存の事業を維持するために、既存の債権者から1億3500万ドルが提供されまた、9月6日、同社は第11章からの再編計画について、 世界的な和解に達したと発表した。この計画の下で、同社は実質的に債務のない中核的な楽器事業に注力する。ジャスキックスは CEO を辞任し、コンサルタントの役割を引き受けた。10月23日、同社はジェームズ・ JC ・カーリーを新しい社長兼 CEO に任命すると発表した。セザール・グエキアンが最高官として、 最高財務責任者としてのキム・マトゥーン。クリスチャン・シミッツ氏はチーフ・プロダクション・オフィサー。予約は2018年11月1日から有効だった。1980年代後半から1990年代には創業者の名にちなんだオービルというギブソン社公認のブランドが日本に存在し、日本における他社の安価なコピーモデルを牽制する目的で、 デスポールや SG など、またジェットアートキンスエレガットに至るまで、日本の楽器製造業者数社で製造し、ギブソン社の製品より、手頃な価格で販売していた。その後、オービルブランドの生産は終了し、エピフォンブランドに引き継がれた。2006年12月末、日本国内の輸入代理店であった、山の楽器は、米国ギブソン社との輸入代理店契約を終了。 2007年1月をもって公式ウェブサイト、ギブソンオフィシャルファンクラブジャパン及びエピホーンオフィシャル、サイトジャパンの運営を終了した。2007年6月、ギブソン USA 出資の日本法人、ギブソンギターコーポレーションジャパンを設立し、初代代表取締役社長に、フェンダーカスタムショップに在籍した経歴と、ギター関連の著作で知られる、岩梨康彦が就任。 日本国内の自社工場は所有していないが、東京都内にショールームを開設した。2012年、旧代理店時代には、垣根のない小売店への卸販売が行われていたが、2012年7月現在では、国内の限定された楽器店のみ、ギブソン製品の流通販売が行われている。2014年7月、 ベイ・ギブソン・ブランズの世界初となるショールームが東京、八重洲にオープン2016年7月本社所在地はショールームのある八重洲のビルの6階となっており全住所の銀座1丁目84のオフィスは閉鎖されたと思われるまたギブソン・ジャパンの会社 HP も閉鎖されており今後日本法人が継続するのか危惧されている2017年12月東京 やえすに設置したショールームを閉鎖。楽器としてのこだわりから良質の木材を使用している。2009年、アメリカの司法当局は、ギブソンが木材の違法輸入をしているとして、捜査を開始。捜査の過程で26万ドル分もの木材の差し押さえを受けている。結果的に、マダガスカルから黒炭を違法輸入したとして、30万ドルの罰金を命じられている。 ギブソンブランドで販売したもののみを記述、ありがとうございます。